続いて市町村観光だよりのコーナーです。今日は館林市の観光情報です。ではゲストをご紹介します。今日は館林市つつじの町観光課の金井仁さん、そして館林市の観光マスコットキャラクターポンちゃんにお越しいただいています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ポンちゃん改めて見ると可愛いですね。そうです ね、とっても大きくて可愛いですね。大きいのもびっくりしたんですけれどもねさあ今日ポンちゃんを迎えまして館林のお話聞いていきたいと思います。さてまず金井さん、館林の町について教えていただけますか。はい、館林市は鶴舞を形といわれる群馬県の南東部、ちょうど鶴舞の頭の瞳の部分にあたり、関東地方のほぼ中央に位置しています。北には渡良瀬川、南には利根川と大きな河川が流れ、城沼、多々良沼、近藤沼や森林寺沼など豊かな自然環境に恵まれ、多様な動植物の生息地となっています。このような環境は館林市ならではの特徴で、里沼文化として文化庁から日本遺産に認定されています。館林の里沼文化はもう県内でも特徴のある文化の一つですよね。日本遺産ですからね、はいはい、さて金井さん、館林市ではさまざまなイベントが行われていると思いますが、いくつかご紹介いただけますか。はい、まずはテレビアニメ空よりも遠い場所、通称よりもいと館林とのコラボイベントをご紹介します。まず一つは重ね押しスタンプラリーです、はい、こちらは指定の台紙に市内5カ所に設置されているスタンプを重ね押ししていくと1枚のイラストが完成するというものです。なるほど。さらに完成後はオリジナルノベルティーカードをプレゼントするという2度おいしい企画となっています。もう一つは場面写パネル展です。作品に登場する館林の情景や物語を通して印象的なシーンを中心に約40の場面写をパネル化し、つつじが丘ふれあいセンターに展示しています。さらにこれら館林のよりもい情報を集約した舞台特設サイトも開設しました。よりもいと館林とのコラボイベントは今月25日までの期間限定イベントとなっており、すでに体験された方からはご好評の声をいただいております。よりもいファンの方や初めての方にもぜひお楽しみいただき、アニメの舞台をご堪能いただきたいと思います、ね、よりもいとのコラボ長年続いてますけれども、今回の企画というのもねファンにはたまらないですね。そうですね、はい、アニメの聖地としてのイベントをご紹介いただきましたが、他におすすめはありますか。はい、はい、続いて館林花菖蒲祭りについてご紹介します。花菖蒲祭りは今月4日から始まり絶賛開催中です。つつじが丘第二公園内にある約5000平方メートルの花菖蒲園には約4000株100品種もの花菖蒲が咲き誇ります。期間内イベントとして臨時カフェがオープンするほか、総局による演奏会などを予定しておりますので、こちらもぜひお楽しみください。今年の花菖蒲は例年よりも早く開花し、すでに見頃を迎えておりますので、お早めにお越しいただくことをお勧めします。たくさんの花菖蒲、とっても美しいですね。これは一見の価値ありですね。そして、まあね、今植物のイベントでしたけども、これからまた夏にもねあるイベントがあると聞きましたけども、はい、何でしょうか。はい、続いて夏の城沼花蓮祭りをご紹介します。はい、夏の城沼花蓮祭りは城沼に自生するハス群の中を遊覧船に乗って突き進むクルージング体験をすることができます。船1艘がギリギリ通れる幅のハス群の中を縫うように進んでいくため、大迫力のハスの葉やきれいに咲くハスの花を間近でご覧いただけます。船上では席に座るため目線が低くなることから、見上げるような視点でハスの葉を眺められるほか、陸地からでは見られないハスの葉に下で咲く花を見つけることができます。他では味わえない遊覧船ならではの花ハスをお楽しみいただければと思います。また世界さまざまな品種の花ハスを展示する世界の花ハス展も開催を予定しております。208に及ぶ花ハスをぜひご鑑賞ください。花ハス祭りは7月10日から8月15日まで開催予定です。館林ならではの夏景色をぜひご体感ください。
ということでね、まあ、群馬テレビのニュース取材でもね、毎年取材させてもらってますけども、まさにこれから暑い夏にはぴったりのイベントですね。そうですね、はい、そして夏の館林といえばもう一つ大きなものがありますよね。はい、続いて白町アンブレラスカイプロジェクトをご紹介します。7色のカラフルな傘が夏空を彩る白町アンブレラスカイは、館林市役所敷地内にある白町食堂前の歩道を中心に、今年も7月2日から8月27日の期間で開催されます。550本もの傘の花が約60メートルにわたって頭上を埋め尽くす光景は、幻想的で非日常の空間を作り出し、今や館林市の映えスポットといっても過言ではありません。開催時はカメラやスマートフォンを構えた多くの方で賑わっています。このプロジェクトは市民有志による実行委員会が主催し、傘はどこから誰が見ても美しく見えるようにと、色合いや傘の感覚も考慮して配置されています。館林の夏を彩るフォトジェニックな体験をぜひお楽しみください。こちらも館林市の代名詞と言っても良いくらい大きなイベントですよね。これ非常に写真映えしそうで、今からとっても楽しみです。いや、ここまでね、本当にたくさんのイベントをご紹介いただいたんですが、最後にお好み穴が気になるようなイベントをご紹介いただけると聞いたんですけれども、何でしょうか。はい、はいはい、最後にこちらの御城印をご紹介いたします。御城印、はい、現在県内各地で展開されブームとなっている群馬御城印プロジェクトの一環で、気軽に館林の歴史や文化に親しんでいただくことを目的とし、令和3年から販売を開始しています。館林市にかつて実在した館林城や館林ゆかりの武将榊原康政公をコンセプトとした御城印を販売しています。季節にちなんだ期間限定デザインも取り扱いますので、館林市観光協会公式ホームページや公式 SNS 等をチェックしてみてください。はい、御朱印ならぬ御城印。そうですね、御城印を記念として気軽にもらっていいものなので、はい、ぜひそのデザイン性も凝っているので ね、そのデザイン性楽しんでいただきたいなと思います、はいね、皆さんもぜひ一度集めていただければと思います、はい。さあ、今日は館林市つつじの町観光課の金井仁さんと、館林市の観光マスコットキャラクターポンちゃんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、来週の観光代理ですが、嬬恋村の観光情報をお伝えする予定です。市町村観光代理のコーナーでした。